ソムスタッフの椎茸です。まあ、理系の第3問について解説をしていきたいと思います。まあ、これも割と難しくて1番と並んでこう差を分ける問題なんじゃないかなと思います。はい、見ていきましょう。 A を実数とし、座標平面上の 0A を中心とする半径1の円の周を C としましょう。まあ、だからこういう図になるわけですね。だからこう円が放物線 この上側にあればいいと言ってるわけです。ですから、連立したときに解が、まあ、なければいいわけですよね。解を持たなければ A-1 から A たす1の間にこう共有点を持たなければいいわけです。じゃあ共有点を持たなければいつでもいいかといったらそういうわけではなくて、さすがにこれは嘘を書きました。まあ、放物線 y イコール x 2乗があって、円がなんかこの辺にありました。あ、これも共有点持たないからじゃあこの場合もいいんですか？それはちょっと違うんですよね。少なくとも、まあ、A は正じゃないと困るっていうのは分かりますかね。じゃないとこう宙に浮いた状態、この放物線よりも上側には絶対来ないですから、まあ、まず必要条件として、まあ、A は正、まあ、まあもっと言ってしまえば1よりでかいとか1以上なんですけど、まあ、A は正であることは、まあ、明らかであると。でこの時にこれが解を持たない A-1 から A たす1の範囲に解を持たない条件を考えると、だから これの左辺を考えるわけですね。この左辺を考えると軸が A-1 分の1なので、A-1 分の1、これが軸で、解を持ってほしくない範囲は A-1 から A たす1の間にこう解を持たなければいいんですけど、そしたらこれが解を持たないのって A-2 分の1が宙に浮いていることですよね。はい、ですから、まあ、D が負であることと処理して、まあ、4分の5より理解ということです。なので逆に4分の5の時はどうなっているかというと、4分の5の時というのは、まあ、ちょうどこうここでこう接するような感じに、まあ、4分の5の時はなっているわけです。だからそれより上だったらちゃんと放物線より真に上側にいる円がということです。はい、括弧1は終わり。まあ、括弧1は落としたくないですね、試験上でも。で括弧2は、まあ、これは本格的に割と難しくて、この四分円に、まあ、点 P がありますよ。でその時にこうそこでの接線と放物線がこう切り取る長さが等しいのが、まあ、2点あればいいよって言ってるわけですけど、まあ、まず点 P を超えておきましょう。コサインシータ足すサインシータ、A 足すサインシータ、要するに円だったらコサインシータサインシータって置きますよね。それを上にこう A だけ平行移動しているので A 足すサインシータと置けるわけです。じゃあシータの変域どこかなって言ったら、この下半分だけなのでマイナス2分の π から0まで、で0の等号は入らないと置けるわけです。この時に P における接線は何かなと言ったら、これ原点だったらコサインシータ x 足すサインシータ y イコール1ですよね。で原点中心だったらこの円だったら、ここだったら、コサインシータ x 足すサインシータ y イコール1なんですけど、それをこう上に a だけ平行移動してるので、y が y 引く a になってるわけです。接線はこれだよ。で、それと x2 乗を連立したら、まあ、こうなりますよね。だから、この二次方程式の解が、こことここになっているという。アルファとベータになってますよ。はい、でその時に、まあ、解と係数の関係から、まあ、これは成り立っている、サイン分のコサインのマイナスがついたものでマイナスタンジェントシータ分の1、あれタンジェント0になることないかなって思うと、ああシータに0が除かれてる、ああよかったよかったと思うわけです。はい、でアルファベータは、まあ、マイナス A サインシータをサインで割ってマイナス A で1をサインで割ってサインシータ分の1がマイナスになって出てきていると。ですからまあこうなるよ。じゃあこの LP っていうものですね、ここの長さどうなってるのというと、ベータ引くアルファの絶対値かける、まあ、ここの傾きになるわけですけど、じゃあ傾きっていくつかなっていうと、この丸1の傾きなので、サインシータ分のマイナスコサインですよね。だからマイナスタンジェントシータ分の1が傾きになっているわけです。はい、ですから、ここの値1に対して、この値はマイナスタンジェントシータ分の1です。これはじゃあ正なんですか、負なんですかって言ったら、今シータがここの範囲にあるので、まあ、これはマイナスタンジェントシータ分の1という値が正になっているわけです。だからここの値っていうのは1たす
タンジェント2乗シータ分の1のルートになっているわけです。あれ、1たすタンジェント2乗シータ分の1って何ですかっていうと、これはここの中身はルートの中身はサイン2乗シータ分の1になってるわけですね。これは公式ですよね。で、まあルートつけてるので、まあ絶対値のサインシータ分の1になっている。ですから LP の長さっていうのは絶対値のサインシータ分の1かける、まあアルファ引くベータ、まあベータ引くアルファでもいいですけど、になっていますよっていうことがわかります。それはここですよね。ですからその2乗っていうものを考えたら、サイン2乗シータアルファ引くベータ2乗で、まあ解と係数の関係代入していれば、これというのが LP の2乗になってますよ。はい。で、またタンジェント2乗シータいるよ、サインシータ分の1もいるよ。で、タンジェント2乗シータっていうのは1たすサイン2乗、あ、1、サイン2乗シータ分の1引く1なので、あれ、これってサインシータ分の1の多項式で書けるなと思うわけです。ですから S イコールサインシータ分の1っておくと、まあ、S の取り得る値の範囲というのはマイナス1以下全部取るわけですけど、で S の値を1つ決めたらサインが1つ決まる、サインが1つ決めたら P の値が1つ、四分円、ラージ S 上の点が1つ決まるので、 S を1つ定めれば A わけです。なので LP2 乗っての S の式で書いておく、ああ4次関数かって。で、4次関数があって、例えばですけど、まあ、4次関数でマイナス1以下のところがこういう形になってました。そしたらこれってじゃあ適してるのって言ったら、こういう直線を引いたら、こことここって LP の、まあだから弦、切り取る弦の長さ等しいよって言ってるわけなので、あ、ここの点をじゃあ Q、ここの S を与えるような点を、ここに対応する S に対応するような点を、まあ、SQ として、ここを SR としたら、あ、LQ と LR って等しくなるじゃん。あ、OK じゃんとなるわけです。じゃあ逆にどういう時は、カッコ2の条件を満たさないかっていうと、こう単調であってもらうと困るわけですね。単調だとどこにこうやって線を引いても1個しかない、その値を取る、その LP の値を取るここの値が1個しかないから、あ、 SQ イコール SR、 まあなんか LQ イコール LR となるような QR が存在しないよっていうことになるわけです。ですから、じゃあ求める条件は何かって言ったら、この LP という、まあ、なんか GS がマイナス1以下の範囲で単調じゃないこと、くねっとなってれば等しい点ってありますよね。こうくねってなってれば、例えばこの辺とか考えたら、ここが SQ に対応してここが SR に対応するので、いい、くねってなってないとそういう2点が取れないからダメだと言っているわけです。はい。ですからこれがくねる条件を考えましょう。で、まあ微分しましょう。で、 S がマイナス1以下のところでは、まあこいつの符号はもう決まってるから符号変化なし、だからこいつの符号変化、こっちの部分のこの符号変化を考えるわけですね。だからこいつが符号変化する条件を考えましょうっていうのが、まあ、求めることで、じゃあこの HS がマイナス1以下のところでちゃんと解を持ってればいいよって話になるわけですけど、じゃあその条件は何かなって、HS って、まあ上に下に凸なわけです。まあ、こう放物線で軸がマイナス3分の2。ですから、マイナス2分の3のときに下にあれば必ず解持ちますよね、ここに。ここの点で符号変化するわけです。この前後で符号変化をするわけです。まあ、こいつが負なんで、まあ、逆転しますけど、こういうものがあれば、マイナス2分の3のところの値が負であれば、こういう X 軸と、あ、S 軸と交わるところがあるので、必ず符号変化する。逆に、これが宙に浮いてたら、マイナス2分の3のところが宙に浮いていたら、マイナス2分の3のところが宙に浮いていると、まあ、マイナス1以下のことを考えると、こう常に正になるわけですね。常に正になるから、こっから向こうで符号変化は絶対に起こらない。ということは、じゃあ求める条件は、H のマイナス2分の3、すなわちこの軸のところの値が S 軸よりも下にいなきゃいけないということです。はい、それ求めましょう。はい、それ求めると、A は8分の11未満なんだね。
じゃあここ8分の11より全部いいかって言ったらそういうわけではなくて、今円っていうのは、まあ、あの必ず放物線より上側にある状況を考えているので、括弧1の4分の5よりでかいっていうことは合わせないといけないよっていうのが括弧の2番でした。はい、まあなかなかねこう大変、まあ言われてみればわかるけど、そのこの長さの等しい QR が存在するっていうのを、その LP の長さが LP をこう S の関数としたときにそれがくねることだ、単調じゃないことだっていうのが分かれば、まあ、一歩前進かなと思います。まあ難しい問題だと思いますけどね。はい、ということで、まあ、3番になります。